好了，上。滝山さん。あんたがくれようとしていたチャンス、どうやら俺はもらい損ねたようだ。それじゃ。あれさ、頭を一撃、余分な発砲は一切なし。こりゃ殺す気満々で撃ってるね。逃げなくていいんですか？え？犯人はさっき走ってった男ですよね。このままだとあなたが警察に捕まることになると思うんですが。あんた、片木の方ですよね。あなた、ああ、そうだな。警察ってのは嫌な奴が多いとこです。捕まったら無理やり自白させられてしまうかもしれませんよ。社長、花ちゃん、あ、ちょっと手遅れでしたね。お前か、動くな。動くな。俺動くなと言ってるだろう。いや、おい、違うって。いや、俺じゃないんだって。無駄な抵抗はやめろ。杉内さんの尋問は半端ないと思いますんで、気合い入れて頑張ってください。それじゃ。暴れるな、お前。動くな。杉内って、あの、あ、おい、ちょっと待てよ、あんた。いや、だから違うんだって。さっきのとこに聞いてよ。ねえ、社長。花ちゃん、支度しろ。よかったな、目撃者がいて。あの可愛い顔したお前さんの部下の子に感謝すんだな。花ちゃんのことですか。あの女すげえ必死だったぜ。雨の中ずぶ濡れになりながらここに来て、社長はやってませんってな。そうですか。
脇山。これ以上金村工業みたいなクズとは付き合うな。駆け込み寺だかなんだか知らねえが、てめえみてえに誰かで構わず金を貸すバカがいると、バカから金借りたバカが調子に乗って暴れんだ。これ以上俺ら警察の邪魔しないでくれよな。何が言いたいんですか。お前がゲーム感覚で金を貸すと犯罪が増えるって言ってんだよ。ゲーム感覚ですか。そうだ。今回のドンパチもお前が絡んでたってことは割れてんだ。お前が遊び半分で金村連中を煽ってっからこんなことになっちまったんだよ。杉内さん。ああ、俺はね、俺なりの信念があって金貸してるつもりなんですよ。だから金貸しはやめません。もういいですか。早く帰りたいんで。金村が死んだよ。いつ。お前がぐっすり寝ている最中だ。いいか、これ以上金村工業と上野清和会の件には関わるのよ。てめえが金村の連中に近づいたら、こっちも徹底的にお前のこと洗ってやるぞ。Thank you.
長。Thank you.
Thank you.
ライターと。あれ？すみません。あ、すみません。お客さんですか。どうぞどうぞ。あの。はい。スカイファイナンスってこちらでよろしいんでしょうか。ええ。ああ、ここちょっと分かりにくい場所ですもんね。どうぞどうぞ、おかけください。はい。はい。ご融資のご相談でしょうか。まあ、あの、はい。タバコ吸ってもいいでしょうか。ああ、はいはい。どうぞどうぞ。すいませんね、接客はいつもジムの女の子に任せっきりなもんで、こういう時気が利きませんで。どうぞ。すみません。あの。はい。それでご融資の件ですが。あ、はい。それなんですが。あの。こちら、あの、保証人や担保なしで無制限にお金を貸してもらえるというのは本当でしょうか。無制限ですか。どちらでそのような話を。言えないと。まあいいでしょう。多分あなたへの融資を断った同業他社の方にでも聞いたんでしょうから。うちの店は金貸せないけど、あの店なら貸してくれるかもよって。どうせ他にもいろいろ吹き込まれたんでしょう。うちの店は同業の人たちにはあんまり評判良くないでしょうからね。
で、おいくらほど必要なんですか？あのライターお借りしてもいいですか？ええ、どうぞ。大女優。まあ、いや、カムロ町にしては変わった名前のお店だなと思いまして。今、あなたが働いてるお店のライター？あ、いや、そうではないんですけど、以前、そのお店にお世話になっていたことがありまして。そっちの業界、長いんですか？ええ、まあ、それなりに。で、いくら必要なんですか？え、とりあえずいくら貸してほしいのか言ってくれなくちゃ、こっちも話のしようがないんで。1億。現金で1億円。10日以内に私に融資していただけませんでしょうか？1億ですか？はい。保証人は？いません。担保も？ありません。保証人なし、担保なし、それで現金一括で1億円ね。あんたさ、自分の言ってることの意味分かってんの？やっぱり無理ですよね、そんな話。そうですよね。すみません、私どうかしてました。この話忘れてください。お時間取らせてしまってすみませんでした。それじゃ。ちょっと待った。貸さないとは言ってませんよ。ま、ゆっくりお茶でも飲みながらお話ししませんか？以上が当店からの条件です。テストに合格しなければ融資することはできません。さっき10日以内って言ってたけど、つまりあなたすぐにお金が必要なんだよね？はい。急いでるんだよね？はい、そうです。でもテストに受からなかったら時間の無駄遣いになっちゃうわけなんだけど、どうします？それでもテストの方受けてみますか？はい、やらせてください。本当に
いいんですね。私にはもう他の選択肢はないんです。お願いします。そのテスト受けさせてください。それじゃあ、明日。ご来店お待ちしてます。お名前聞いてもよろしいですか？リリーと言います。リリさんですか。それは本名？それともお店の名前？言わないとダメですか？いえ、いいです。明日のご来店お待ちしてます。
長。お。
いや。
いや。
Thank you.
なよ。Ah!
Thank you.